この間あのレフ型、新宿のレフ型で劇場ですね、劇場でその出番があって、はい、そこに向かっている途中にめっちゃお腹痛くなって、うん、ちょっともうこれトイレ行かなきゃもうちょっとダメだなってなって、うんうんうん、でこの辺トイレあるかなって思ったらないのよ、はい、なくて、で坂前分かるでしょ、服売ってる、大きめの服売ってる坂前があって、で坂前でちょっとトイレお借りしようと思ってちょっと申し訳ないけど、うんうんうん、でそれが7階建てぐらいで3階にトイレがあるっつって3階に行ったら、3階の売り場がなんていうの、その大人のいかつい人がいるじゃん、大人でちょっと怖いめの格好してる人、あ、はい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 、ちょっといかつめの人たちが買うような服がいっぱい売ってるとこだったよ、うん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 、でトイレ入って、うん、俺その大きい方したのね、うん、そしたらさ扉がバンって開いて、うん、その いかつい声でよ、うん、おい入ってんじゃねえかおいみたいな言われるわけよ怖いな、ちょっと緊張感走るでしょ、うん、怖いだよ、もう怖い人が買い物してるの見てたから、はい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 、でうわーっと思って、そしたらその付き人みたいな人、その人の付き人みたいな人が、すいません2階見てきますっつって、2階俺それ全部こう聞いてるの、まあ、個室で1個しかないから個室、うわおう、でそしたらその付き人が帰ってきて、うん、すいません開いてませんでしたみたいな、おめえ開いてるっつってたじゃねえかさっきここみたいな言って、うわやべえと思って、もうすぐ出ようと思って、俺、まあ、もうある程度終わってたから、うんうん、半分ぐらいで拭いてその出たら、うん、そのくせえなくせえなって言われて、うわ怖い、直接で直接、うん、で俺にお前スプレーしろっつって、坂瀬のトイレなんかスプレーついてるの、なんか設備良くて、はいはいはい、でお前スプレー振れっつって、お前のくせえんだからみたいなんで、で俺すいませんっつってスプレー振ろうと思ったらないのよ、うわもう出ないんだ、そうでもうその音もないのよで、うわやべえと思ってやばいよ、でこれたらどうしたらいい、なんかテンパりすぎて俺なんか口で怖すぎて怖すぎてないっていうのが怖すぎてそれでなお逃れそう、それでもういいよいいよ、そうそう、それでもやってるからな、そうもう臭いって言えないしな、出るときに失礼します怖すぎてうわそんな体験、そうなんだ、めちゃくちゃ怖かった本当に。